来るは源之助、実は徳川家康の一子六男坊である。なぜか権力の座から追放され、生まれながら鬼っ子と呼ばれた。その名は松平忠輝である。柳生十兵衛光吉、諸軍家指南役柳生の嫡男でいながら、なぜか家光に追放され吉原で用心棒として生きている。なんで俺と源さんが一緒に寝てるんだ。何を寝ぼけてるんだ。飲み明かそうと言ったのはお前さんじゃねえのかい。そうだったかな。まあそらそうと、今源さんいろは姫とか呼んでいたが、離縁した伊達藩のいろは姫と夢の中で相引きでもしていたのかい。そうしたかったんだがな、そんな甘い夢じゃねえんだよ。いろは姫はキリシタンとして処刑される夢だ。キリシタン？姫はキリシタンだったのかい。そういや、伊達藩も昔からキリシタン教に力を貸してきた藩だからな。うん、親父家康公は異国の武器欲しさにキリシタン活動に目をつぶってきたんだ。ところが家光はこの太平の世に武器などはいらんとばかり、キリシタンを弾圧しやがった。しかし将軍様の都合で頭を撫でられたり発見されたんじゃたまったもんじゃないな。まったくな、許せん話だよ。いねえ佐藤太夫。あらひどい、私のが色っぽいじゃないのよね、本当に。あらしたら。最後ぐらい佐藤太夫を普通の娘さんに戻してあげようと思いまして。おお、それは佐藤も喜ぶだろう。ケイさん、何か分かってる？真の像の発作は確かなようなんですが、どうもはっきりしないんですよ。はっきりしない？それでひょっとすると毒でも飲んだんじゃないかと思って調べてみたら、オイラン道中へ出る前に甘酒を飲んでるんです。でもそれは私たちも飲みました。どこの店から取った甘酒です？それが柳屋なんです。そんな毒を持っただなんて本気で笑ってないでしょね。いやだから毒だとは言ってねえだろ。例えば甘酒を腐ったとか。冗談じゃねえや。どうしても甘酒のせいにしていってみたい。いやですけどね、佐藤は何一つ病を持ってなかったし、体には傷一つついてなかった。考えられるとしたら、もっとよく調べてください。甘酒はいつ持ってったんですよ。どれを佐藤さんが飲むか私には分かりません。そうだよそうだよ。それね、佐藤さんを殺すわけなんて足手にあるはずがねえでしょうが。いやだな、その通りだな。ここの甘酒には罪はねえ。他を当たることだ。え、すみませんでした。千代さん、たまにはいいこと言ってくるんだね。しかしまあ気にはなるな。病もなし傷もなし、そんな死に方があるんだろうかな。千代さん、顔ぐらい見てよ。新しい患者死してるのに。
みだよ。あんたが佐藤と親しい仲とは知らなかったぜ。いいえ、ただお気の毒で。不要の女？それは一体どういうことだい？ええ、正国も本名もいくらで売られてきたかっていうことも一切わからん女っていうことです。さらわれてきたの？ええ、自分から飛び込んできたんです。7年前のことだから佐藤が15の時です。隠れキリシタンということを知られたくなかったから身元を隠したのね。キリシタン？あ、言っちゃいけなかったのかしら。あ、いやいや、十兵衛には知っておいてもらってくれ。これをね、紙に刺していたんですよ。女、気をつけねえといけねえや。あしらも疑われただけで命に関わります。だが放ってはおけんだろう。どうしたんだ、伊根さん。伊達藩江戸家老の石本だ。あら、伊達藩といえば確か源様がお別れになったいろは姫様のご実家。俺がここにいることをあの石本が知ったら、いろは姫に迷惑がかかるな。お優しいことで、今でも姫が心にかかると見える。まあ、何しろ夢にまで出てくるんだからな。俺たちはな、無理やりで裂かれたんだよ、親父の差し金でな。染めの井太夫のお肌はいつ見ても綺麗。女の私がうっとりしちゃう。まあ、お浜さんのお上手。佐藤大夫は本当にお気の毒でありました。今度はわちきを可愛がってくんなまし。佐藤はな、何かねだり物があったらしい。お前はどれだ？着物か、かんざしか。そのようなもの、わしはな、金なら使い切れないぐらい。欲しいものがあったら言ってみろ。何でもやるぞ。本当？本当になんだろう。約束でありんす。さあ、何が欲しい？わしの命か。染めの井。
局佐藤は隠れキリシタンという身元がバレて殺されたと。でも隠れキリシタンは奉行所へ密告すれば銀10枚もらえます。それならお金の方を選ぶでしょう、うん、ということは恨みか。源さん、月村の染めの遺体がたった今死にました。染めの絵を見張ってたのはお前じゃないのか。見張ってました。一時も目を離していません。それが急にこの足の目の前で。お待ちください。お気をつけください。染めの井の相方は石本様です。石本大夫は酒を飲みましたか。その酒はこのわしも飲んでおる。だがわしはこの通りなんでもない。染めの井は真の像の発作で死んだんだ。しかも一人でということにしといてもらう。伊達藩のお名前が表に出ては困るということですか。当たり前だ。金は倍額払おう。何者だ。石本、は、来てくれ。メリー、染の井も隠れキリシタン。私のことも黙っていてください。吉原で事件を起こしたことが犯人知るとはどんなお咎めを受けるかも分かります。分かった。最後のお化粧を。キリシタンをそうまで憎むのでしょう。私たちは神の教えに従って誰も憎まないようにしております。ご講義はキリスト様の教えにもっと耳を傾けるべきです。キリスト様は人間に身分の差はないとお教えです。徳川にとってそれが許せんのだ。万民は徳川になびかねばならん。徳川という神。そんな、人の命を救ってこそ神なんだ。姫、西信キリシタン100人を殺したやつ、必ず突き止める。この佐藤と染の井には接点がある。まず二人とも隠れキリスト、そして二人の馴染み客が同じ石本だな。はい。佐藤も染の井も何かねだり物があったらしいです。二人のねだり物。はい。何かまでは分かりませんが、ただ石本様は使い切れねえほど金を持ってると言ってました。石本が金を貯め込んでる。
失礼します。佐藤と染奈は兄弟じゃないでしょうか。兄弟？ええ、二人とも7年前の同じ日に吉原に来ています。年は二つ違いですが、揃って仕入れ金不要の女なんで。なるほど。しかも二人には月一度ずつ通行手形が切られています。通行手形？行き先は幸運寺へお参りということで、佐藤が1の日、染の井は15の日です。15にして言えば明日だ。これは確かめてみるか。あ、時に京舟のお浜だがな、あれどういう女だい？本店は日本橋にあるんですが、吉原の女たちはみんなお浜さんにお化粧の面倒を見てもらっているんです。そのお浜という女、石本と何かのつながりがある。お浜が？西寺、お前はな、道の駅キリシタン処刑者の名簿をな、町奉行所から盗み出せ。え？道の駅キリシタン100人がな、7年前に処刑されてるんだ。佐藤と染井が吉原へ来たのも7年前。じゃあ二人は道の駅キリシタンの生き残りかもしれねえ。その100人は伊達藩の山奥で捕まり、江戸で処刑されてる。その裏には藩内の密告者がいたという噂もある。藩内の密告者、もしかするとそれは江戸家老石本。うん、今十兵衛がつけている。無駄にすることはできません。美鈴さん、あなたには無難に勝って、おときはそれでもあの品だけは取り戻さなければならないのです。美鈴さん、もう吉原へは戻ってはいけません。お客さん、お客さん、それじゃまた。吉原で居候してる源之助というのか。
実は佐藤太夫と染野井太夫、そして伊豆の三姉妹について聞きたいことがあっても。帰ってください。私はもう誰も信じられません。世の中も信じられません。石本の手の者に。してるのは石本だ。姉妹のイスズだ。でもどうしてこのおばあさんがこのかんざしをつけてたんですか。そいつは本人に聞くしかないだろう。あ、おばあさん、こんにちは。おはまさん。あら、イスズさん、お店で探していましたよ。いいんです、どうせお茶を引いてるんですから。あら、そうだ、本当？治療よしなのに。お浜さんに頼めば伊達藩のお金持ちの方に引き寄せてもらえるって聞いたんです。お願いできないかしら。石本様のこともお願いします。このままじゃ借金がかさむばかりなんです。分かったわ、頼んであります。お願いします。誰にも気づかれておりません。道のくキリシタンの首謀者、後藤次庵。後藤次庵、伊達政宗公のおそば用に心の広い大人物と聞きます。その次庵の娘3人、行方不明。三姉妹、うん、上からアンナ、メリー、モニカの3人だ。アンナが佐藤、メリーが染野井。やはりモニカはイスズ。今度殺されるのはイスズだわ。その三人娘、石本から一体何が欲しかったのか。お名指しいただいてありがとうございます。おお、こっちへ行きなさい、こっちへ行きなさい。積もる話がある。積もる話、うん、初めての兄様と。初めて、そうだったな、お前とは初めてだな。しかしそんな気がせぬ。お前、佐藤大夫と染野大夫に似ておる気がする。いや、そんな他人の空似でござんす。ああ、いっぱいやりいっぱい。さあ、さあ、なんだこれは。神綱ではないか。これでわしの首を絞めて殺そうと思ったのだな。いいえ、違います。違うものが。
この髪はお前の父ジュアンのである。お前たち三姉妹が吉原に通うわしに目をつけ、遊女となってわしに近づいた。お前たちの父と百人の信者を殺させたわしを殺すためだ。他に何がある？違います。上綱で首を絞めようとしたのは事実でございます。でもそれは殺すためでなく、返してほしいものがあるからでございます。返してほしい？ジュアンから奪った金か。金は大名足に回してさらに増えておる。だがな、お前たちに返す金など一文もない。お金ではありません。あなたがついでに持ち去ったあの品でございます。そうか、あれか。どうか返してください。父は人を憎んではいけないと私たちに教えました。その父の教えが裏切り、首に紙綱をかけることもできませんでした。でももしも私までも手にかけたら、おときさんが黙っていないでしょう。人を奉行所に駆け込んで、あなたの秘密を洗えたら訴えるでしょう。おときか。あの女はもう口を聞かぬわ。では、おときさんまで。あの裏切り者めに。何のマネジャンス？石の笠様。塩野だよ。お前など呼んでおらんぞ。いいえ、呼ぶ声が確かに聞こえました。助けて、千代の太夫って。あなたの声だったのね、石鈴さん。このわしを愚弄するか。首を絞めていたただのざれ言だ。帰る、不愉快だ。あんたはこれじゃ、あの男に近づいてはダメ。石鈴さん、おときさんの命はもう帰らない。そのおときさんがあなたの無駄死にを望んでいると思うの？私を助けてくださるのですか？キリシタンを助ければあなた方の命もないというのに。同じ人の命、俺たちの命と同じように大事だ。おときさんは石本のお屋敷で働く下女でした。でも密かにマリア様を信仰していたのです。それであんたたちの味方に回ったわけだな。父後藤寿庵はキリシタン弾圧を知り、政宗公に迷惑がかかることを恐れました。そこで家屋敷から先祖伝来の宝物すべてを売り、1万両のお金を作り、信者100人を連れて山奥にこもったのです。ある日、石本が数人の家来を連れて隠し里に現れました。道の奥キリシタンの討伐命令がご公儀から出ている。1万両あれば公儀を買収できるというんです。父は石本を信じ、お金を渡しました。おお、金肉か。これは信者たちの魂のよりどころじゃ。これだけはどうか持っていかないでください。お願いします。みんなおろしを免れる。おろしはしない。でもそれは真っ赤な嘘でした。それを知らせてくれたのがおときさんです。ご公儀の役人が捕らえに来るというんです。逃げるわけにはいかん。おときさん、子供たちを頼む。返してほしいのはその聖母マリア像か？はい、あの像は本当に信者みんなの信仰の拠り所でした。あの像がなくなってからは、みんなは人を信じなくなり、
互いに人を裏切るようになりました。だからどうしても取り戻したいのね。天国に通じるはずの信者の集いが地獄だなんて、あまりに悲しゅうございます。もう一つだけ聞いてんだがな、そのモニカの平打ちをなぜおときさんが刺していたんだい？姉二人が吉原に入った後も、幼い私はおときさんの手元に残されました。モニカの平打ちもおときさんに取り上げられました。それでも私はじっとしていられなくて、神綱だけを持って吉原に入ったのです。分かった、あとは俺たちに任せてくれ。まずい、あの千代の実まで感づかれた。足元に火がついておる。石本様、何をイライラなさっているのです？私たちは何も悪いことはしていません。キリシタン弾圧はご公儀の命令でございますよ。相手はそのご公儀に逆らうただ手ぶさなのだ。奴はこのわしを放ってはおかんぞ。悩むよりも殺してしまったらどうですか？花を決めるか。お浜、お前はあの千代のやってくれ。はい。佐藤たちと同じ手口で闇に葬ってやりましょう。お願いします。はい。お浜さん。はい。お浜さんに支度してもらうと化粧崩れがしないって、吉原の女の子たち喜んでるんですよ。そうですか。金にするつもりだったが、とんだ命取りになりかねん。こうなったら潰して金塊にしてしまおう。そのままこちらへ渡してもらおう。貴様、それこそ貴様が100人の信者を撃った証拠。野牛銃弾を潰しもらい受けやせ。Yeah.
石本、観念しろ。飛んで火に入る夏の虫とは貴様らのことだ。どこ行っても厄介者の鬼っ子め。そう、その嫌われ者の鬼っ子が天女の大悪党を切りに来た。奪うのだけはやめよう。こいつは道のくキリストの言葉だと思い。ただし伊達藩がどういう裁きを下すかな。それが楽しみだ。マリア像、モニカから確かに受け取りました。ありがとうございました。ずいぶん楽しいところにおいでなのですね。ん、ええ、なんだお前か。また昼寝して色はじめの犬みたいな。やっぱり現在今でも惚れてるんじゃないか。いさざわ伊達藩に戻ったし、いっぺんに3人もいい女が減ってしまった。はあ、夢がないな。姉さん、何まだ10年、まだ10年。日目に残る聖母マリア像は祈りを捧げると涙を流すと伝えられる。日目キリシタン100人の日に今も悲しんでいるのかもしれない。黄昏を知らない人にいつからかなってしまい、心の中の悲しい影をみんな気づいていない。幸せを待ちきれない、昼と夜の真ん中あたり、だけどあなたもう泣かないで、この僕がそばにいる。I'm not afraid to be alone.